安田ゴンモリ、アンゴンモリは、日本の埼玉県埼玉市出身のプロ野球選手、トサンベアーズ所属、在日韓国人3世である。幼少期から水泳に打ち込み、埼玉市立高砂小学校5年生の時には、韓国の全国少年体育大会の水泳自由型に出場し、3位に入賞している。小学6年生の時に野球部に、 体験入部したところ監督に才能を見出され、ヤクルトスワローズジュニアの選抜選手となり、2005年の第1回 NPB12 球団ジュニアトーナメントの優勝メンバーとなった。埼玉市立岩中学校進学後は浦和リトルシニアに所属。2008年の第14回日本リトルシニア野球全国選抜大会のベスト8のメンバーとなった。中学時代は、 元阪急ブレーブスの松永博美が塾長を務める MBA 松永少年野球教室に通っていた。早稲田実業高校に在籍していた2009年は1年生の時からレギュラーの座を獲得した。主にポジションは中堅種と翼守として起用された。高校2年生の2010年に第92回全国高等学校野球選手権大会に出場する。 ポジションは、中堅守で、打順は3番、ベンチで、原滑着に腕立て伏せを行う姿から、腕立て王子という呼び名も付けられた。甲子園大会に出場したのは、この2年生の時のみで、甲子園通算記録は3試合に出場して15、打数6安打4打点0盗塁。同年秋からは首相に任命された。2011年の全国高等学校野球選手権。 西東京大会では打率573を記録した。卒業後は、早稲田大学に進学して野球部に所属。1年春の総計戦から先発出場するものの、部内の上下関係が肌に合わず、1年夏に中途で退部。東京六大学野球リーグでの出場記録は5試合で3打数1安打。退部後は自らチームを探し、 早稲田大学に在籍したママクラブチームの東京メッツに所属した。2013年にベースボールチャレンジリーグの群馬、ダイヤモンドペガサスからリーグのドラフトで指名され、大学3年生時の2014年に入団した。同年は4本塁打をマークし、打率351、リーグ3位となる、超打率498と結果を残し、ベストナインに選出された。 同年オフ、武蔵ヒートベアーズ及び福島ホープスの加入に伴う分配ドラフトで地元枠として武蔵から指名を受けて入団する。武蔵では打率が288に下落、本塁打も例に終わり、初年度の2015年限りで退団した。BC リーグでプレーしながら学業も両立させ、4年で早稲田大学を卒業したが、結局、 NPB のドラフト会議では、指名を受けられなかった。大学卒業後は、滋賀県東大見市の社会人野球団のカナフレックス、公式野球部に入部する。2018年秋には、チームの主軸として3大会ぶりに第44回社会人野球日本選手権大会に出場。カナフレックス所属時代は、滋賀県野球連盟と京都新聞社が選ぶ。 滋賀県社会人野球ベスト9に2016年と2018年の2度左翼詩部門で選出された。カナフレックスではメンタルが鍛えられて打てなくても感情を一定に維持できるようになったと述べている。2019年8月5日、水原 KT ウィズパークで開かれた海外派トライアウトに参加し、同月26日に開かれたプロ野球新人二次ドラフトの 全体99番目で、トサンベアーズから指名を受けた。在日三世員のため、外国人選手登録ではない。在日巨母選手の久保リング球団への入団は、2011年の金村太夫以来で、NPB 球団未経験者だと2003年の山田正弘以来とされる。2020年は一軍の外野の控えとして68試合に出場、10安打。 三打点を記録。50メートル走6秒0、遠投115メートルで打球を広く打ち分ける。中学時代におごってしまい、高校時代に十分な練習を行わなかったことによって、大学時代は投手の球に対応できなかったと述べている。登山ではまだ通訳が必要だが韓国語の勉強は続けており、漫画を読んで理解を進めていると報じられている。 2020年12月21日にアイドルグループ、アキシブプロジェクトの元メンバー、宮谷ゆえと入籍、アンゴンボリに関するカテゴリー、ありがとうございます。